多分顔を見たらすぐわかるかもしれませんが、全然寝られなかったから、ちょっと日本語で日記を作ろうと思っていた。多分上手に、まあ普通には上手に話せないけど、まあ今もあんまり上手に話せないかもしれません。ちょっと疲れたのにあんまり寝られない。でも前から英語の日記だけ作ったから、今はちょっと日本語練習するのす、日本語練習するように、この日記を作っています。でも、話すことはちょっと難しいと思う。まあこの間その飲み会に行った。とても楽しかった。いっぱい飲んで、ダーツして、あとカラオケも歌っていた。まあカラオケも行った。とても楽しかった。ありがとうございます。誘ってくれて、まあ俺はあまり飲めなかったけど楽しかった。それなのに楽しかった。本当に嬉しい。ハルさんの方に少しに、ハルさんの方みたいにちょっとなったと思います。その感じがする。本当に嬉しい。でも、まあでもじゃなくて、まあちょっとね、まあ話すことはちょっと難しいけど、それからちょっと、なんだっけ、みんなの気持ちが分かりやすいけど、言葉がちょっとあまり返事できないから、ちょっと恥ずかしい。 いつもこれもちょっと恥ずかしいけど、まあハルソンの方ならみんなの名前本当に知ってますが、最初に今年の5月ぐらい、俺の挨拶はあんまり上手じゃなかったから、人の名前たくさん知れませんから、ちょっと恥ずかしい。あれは、本当に聞きたいけど、まあ本当に恥ずかしい。まあもう
月、7月、あ、いや、どうやって、あの、7月間でしょ、あの、5月から 今まではちょっと今はもうあの、ちょっと遅すぎるかもしれませんね。あ、でもまあやってみる、人の名前聞く。まあ他のことあんまりないと思います。それしか、それについてしか話したくなかった。それだけ話したかったと思う。なので多分切ってます、ビデオは。来てくれてありがとうございます。